ののです。今回はミシンのメンテナンスについてお話ししていきます。メンテナンスをしないとどのようになるかというと、全然関係ないところで糸が絡まってうまくいかないんですとか、下糸がぐちゃぐちゃになったりとか、本体を縫おうとした時に響いてくるんですよね。でそれは上糸なのかな下糸なのかなって考えるんだけど、ああ大きいホコリが溜まってるからなんだっていうこともあるんですね。ミシンでお掃除をしなきゃいけない箇所っていうのはね、やはりここのところなんですね。ここに鉄板みたいなものがついているんですけど、この下ってよく見ると動くんですよね。動いてギザギザになった下は溝になっているんですけれども、そこはホコリとか糸くずとかが溜まりやすいんですね。そこを放置しておくと、やはり糸が絡まってきたりとか、それからミシンの不具合にもつながっていきます。次にホコリが溜まりやすいところはボビンケースです。ボビンが収まるところなんですね。そちらの方にホコリが溜まっていきます。ここもお掃除をしなければ糸絡まり、それから連れていくとかっていう本体の不具合につながっていきます。メンテナンスに必要な道具はミシン油と、それからブラシ。1台につき1種類のドライバーがついてくるんですけれども、これは4種類あるっていうのはミシンそれぞれによってドライバーの形が違うんですね。家にあるものを使おうと思ってミシンで使っていただくと壊れる原因になるんですね。必ず付属品でついてきたドライバーを使ってください。今回はこちらの平たいタイプを使います。それからあると便利なものとして、ブラシはこれは小さいサイズなんですけれども、ミシン用にこのように歯ブラシなんですけれども使っていただくのもいいと思います。これはちょっと大きめなタイプなんですけれども、細かいタイプでも大丈夫です。それから綿棒ですね。綿棒も便利です。これはメンテナンスをするときに部品を拭いたりとか、ミシンを拭いたりする布なんですけど、何枚かこのように用意してください。それからお手入れをしているときに手も汚れたりしますので、濡れ布巾を用意してください。それからメンテナンスは細かい作業になりますし、チェックすることも必要なので、拡大鏡があると便利です。メンテナンスをする上での原則は、電源を切っておくことです。電気コードを抜いて、フットコントローラーも抜いておいてください。それから、部品として付いている針は、上げ下げして今からホコリを落としたりしますので、手元を傷つけたりしますので抜きましょう。押さえ金も同じ理由で抜いてください。それからボビンも上のこの糸も抜いてほしいんですけれども、それは今からメンテナンスをする上で油とかがかかってきますので汚れてしまいます。それらのものは全部取り除いてからお掃除をしましょう。これからお手入れをしていきます。まずはボビンケースを入れるところですね。ボビンが入るところをこのように見える状態にしておきましょう。先ほどお伝えしたようにお手入れをする箇所は主にこの2箇所なので、二度手間を避けるために上からやっていくのが基本です。このミシンについている付属品のドライバーはこの形状なんですね。こちらではないんですね。必ず付属品についているものを使ってください。それでは外していきましょう。狭いところなので外れやすいんですけれども、こういうふうにしてゆっくり何回も回してください。少しね、時間がかかっても短いピンなので外れてきます。もう片方もこのように外してください。そうしましたら下の方からでも、この穴のところでもいいんですけど、こういうふうにすると外れますので外してみてください。このようになりますね。それでは取ってみましょう。ホコリが出てきていますよ。で拭くとホコリ出ますね。これぐらいの軽いタッチで大丈夫なので、このようにしてこの溝を掃除してみてください。それから終わりましたら、先ほどのこのような布でこの辺りを少し、そして針もついていませんので一緒にこの辺もきれいにしておきましょう。それからこの外した板も一緒に拭いておきましょう。
まだこちらの方にセットしないでくださいね。今から下の方をやっていきます。これから下のボビンの方をお手入れしていくんですけれども、こちらの弾み車を動かしながらやっていきます。それでは下の方のお掃除をやっていきます。この長い方のブラシでこの空洞ですね、この辺りに入るのであればこのようにして両サイドをかき出してもらうとホコリが出てきます。それから綿棒でこの辺りですね、まず綿棒でこの内部をこういう風にして、オイルとかもついていますし、ホコリがそれにまとわりついていますので、こういう風になぞってください。その時に弾み車もこういう風にして動かすと、今度はこの辺り、今度はこの辺り、ちょっとホコリが見えたらブラシに変えてこういう風な感じでかき出したりしてください。その後に上からもホコリを落としましたし、今もホコリを落としたので、このカバーですね、こちらの方も拭いておいてください。手入れが終わったらオイルを刺していくんですけれども、これは皆さんのミシンの取扱説明書に必ず刺す場所が示してありますので、そこを確認しながら油刺しをしてください。このミシンの場合は下のボビンの1箇所だけなんですね。ボビンのこの状態で刺す場合は多くの場合が同じなんですけれども、こちらのところにちょっと見えにくいんですけれども、こういうふうに二股に分かれたようなところがあるんです。ここに1滴だけ油を刺してくださいっていうふうに書いてありますので、刺したいんですけど、何しろこのまま持ってきてシュッて刺すと余分なオイルを刺してしまいますし、油まみれになって他のところにも行きますので、直接油を刺す場合はいらない布を置いてこのように刺してください。直接刺すと出過ぎたりとか、ちょっと怖いなって思う場合はこのように綿棒の方に一滴取ってちょんちょんちょんってやってもらうぐらいで大丈夫です。この下の作業が終わったら、先ほど外した上の部分を取り付けていきます。ちゃんとネジを締めてないとぐらつきの原因にもなりますので、しっかり元通りにしましょう。まずがネジをこのようにして両方を固定しましょう。軽く固定しましょう。細かい作業なので、そして片方ずつ締めていきます。ここは最後きっちり締めないとぐらつきの原因になりますので、縫ってる時にね、外れたりするようなことになりますので、慎重にゆっくりでいいですので、ぎゅーっと締めてください。こんな感じです。こちらの方も同様にしていきます。全部の作業が終わりましたら、このように軽く全体を拭いていきます。この時にダイヤルとかを触ってしまうと、あ、どうだったかなって思ってしまうので、ここは慎重にこんな風な感じで、この糸通しのところもですね、普段はしないですよね、こういう時にしっかりしてください。こちらのボビンを巻くところもやってくださいね。これでメンテナンスが一通り終わりました。一連のお手入れが終わりましたら、すべてのものを元に戻しておきます。ボビンも針も押さえ金もこのようにしてセットしておきます。後でやろうというとどこに行ったかわからなくなったりすることもありますので、メンテナンスが終わった後にすぐに取り付けておくことをお勧めします。それで戻していきます。今針が上がった状態なんですけれども、油差しをした時は特にこの状態で置いておくと油まみれになってきたりしますので、必ずこれはいつもなんですけれどもね、油差しの時は特にこういう風にしていらない布をこのように挟んで、針を下ろして、押さえを下ろして、これでいつもミシンを保っていただきたいと思います。先ほどミシン油を使いました。これはね、非常にね、油が漏れてくるんですね。こういう風な、普通に売ってるものでも
こういうふうに漏れてきて油っぽくなるんですね。これ私はちょっと牛乳パックでこうちょっと包装したものなんですけれども、油漏れしても他のものにも行き渡らないようにするためにこのようにしています。油は十分注意して保管してください。簡単なお手入れでものすごくミシンはうまく動いてくれるようになりますので、一度時間に余裕があるときにトライしてみてください。